安倍政権は今日外国人労働者受け入れ拡大を推し進めています。外国人労働者受け入れ拡大は人手不足の、まさに人手不足の労働についている現在の日本人の賃金が下がります。そして日本人全体の所得賃金が下がります。この20年間のデフレ、そして経済成長なしのこの結果は明らかに安倍政権、自由民主党の経済政策の失敗です。この経済の停滞は安倍政権の財政、金融、経済政策の失敗です。とかく今日の政権は先の民主党時代の政権の政策をまさに悪夢の政権だったと揶揄します。しかし現実は安倍政権、すなわち自由民主党の政権のこの20年間が全くの誤った経済政策のもとに、このようにデフレ、そして経済成長なし、日本で稼いで日本国で上げた収益は海外に流出し、今日至ってます。先進国の中でこの20年間デフレで経済成長のない国家は私たち日本国しかありません。まさに自由民主党、政権与党の政策の誤りです。そしてこの中で外国人労働者受け入れを拡大しようとしています。これは明らかに誤った政策です。外国人の受け入れ人数は日本の人口から見るとわずかなんです。しかし問題なのは、最も底上げをしなければならない現場の人々が外国人労働者で穴埋めすることによってますます賃金が下がるということなんです。建設や介護、その他サービス業の現場にも言えるでしょう。外国人労働者受け入れ拡大はまさに単純労働者の必要な現場は生産技術が改善されず、賃金が下がり、少子化が進み、デフレがますます続くのです。今日日本はこの30年近く、留学生、就学生、外国人技能実習生を実質的に単純労働者として用いてきました。この建設や介護の現場の賃金、職場環境、これは良くなったでしょうか。全く良くなってません。他の業種と比べてますます下がるのみです。そして皆さんね、人手不足の建設や介護の現場の労働者は賃金アップや環境改善について労働組合もなく声を上げることができないでいるのです。ここに外国人労働者受け入れを拡大すればますます賃金が下がり、
労働時間、職場環境は改善されません。外国人労働者も賃金の高いところ、条件の良いところ、こういう現場に移っていきます。これは当然です。それから地方から都市へ、 大都市へと外国人労働者も移ります。結局現在の人手不足は解消されません。もちろんね、人手不足のところ、一時的に外国人労働者を入れることによって一時的に、ごく一時的には改善するでしょう。しかし結果は分かりきったことです。奴隷労働として使われるのみです。結局一番最も大切なところの、今人手不足のところの労働環境、賃金などの改善されず、そして条件の悪い条件の中で、さらにそこに外国人労働者で穴埋めをすると、皆さん、このようなことで私たち日本国が、経済が発展するでしょうか。もちろんね、ことに農業の方々が野菜をね、供給している方々、とてもじゃないけど外国人労働者なしではこの首都圏東京にも野菜や食料を届けることができないんだという声を聞きます。またその現場の疲弊もね、疲弊と悲鳴、この2つもよくわかります。しかし皆さん、私たち日本人の労働力でこれをね、きちっと賄っていける範囲でよろしいのではないでしょうか。結局外国人労働者を入れて、そして安いものを作る、結果日本人が所得が下がる、所得が下がった日本人が十分に野菜やその他の食料を手にすることができない、さらに安いものを作らなければいけない、ますます外国人労働者を使わなくちゃいけない、それも安い労働力で使わなければいけない、あるいは職場環境に投資しなければならないお金を投資しないで劣悪な環境で生産しなければならない、こうなってきますと、もうすでに今日と同じように悪循環です。確かに安いものもたくさんあります。もちろんね、安ければ安い方がいいです。しかし結果、この日本国の国力が下がって、私たち日本国民の所得が下がって、消費が伸びない、これが私たち日本国のこの20年なんです。皆さん、外国人労働者受け入れは中止しましょう。外国人労働者受け入れを縮小しましょう。そしてね、人手不足の労働環境を良くしましょう。賃金を上げましょう。一時的に上げることができないのであれば、税金を使ってこの環境を改善しようじゃないですか。それによって私たち国民の所得が、全体の所得が上がるのです。よくね、財源の問題言います。安倍晋三も必ずその財源の問題どうするんだと、今回の消費税の問題もそうです。貧乏人、お金がないところから種もみまで取り上げるような状況ではダメです。皆さん、外国人労働者、こんにちは、ありがとうございます。外国人労働者受け入れ拡大はやめましょう。
外国人労働者受け入れを縮小しましょう。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。